カイマナヒラ、ウクレレソロのタブ譜です。カイマナヒラをメロディ、ストローク、コードと順に説明してきました。今回は一人でメロディも伴奏も演奏するウクレレソロです。では順に解説していきます。今回はこのタブ譜のように弾いてください。このように表示されます。遅いテンポにしてあります。ここまではストロークで弾きます。このイラストは親指で単音を弾きます。メロディ編のイントロと同じです。この部分は薬指で1弦2弦を同時に押さえます。この部分は1弦を弾かないので注意してください。ここは F を弾いて、次は F に薬指1弦3フレットを加えます。5フレットを人差し指で制覇して、8フレットを小指で押さえます。ここは問題ないですね。7フレットを制覇して、3弦2弦1弦と弾きます。G7 です。エンディングはハイフレットを使っていますが、問題なく弾けると思います。では、通常の速さで弾いてみましょう。いかがでしょうか。すごく難しい指使いもないと思いますので、ゆっくりなテンポから練習して通常のテンポへ。そして、19ピンのソロウクレレへとレベルアップをしましょう。カイマナヒラを。メロディー、ストローク、コード、ソロ、と順に説明してきました。これでカイマナヒラは、一人でも、友達とデュエットでも、そして、みんなで合唱もできますね。